超フィッチュルさんとですね、今回はですね、今週もやってましたが注目競馬はい、ということでですね、はい、目が開いてない目開けてください。いつもまあ通常運転なんですけど、はい、ね、うん、まあね、ね、なんて言うんだろう、感想っていうか、ね、今回ビクトリアマイル、うん、ね、そう、最近あの反省会っていうのを出してたら皆さんご存知ですかね。なんかちょっと時間がね、うまく噛み合わなくて。でね、まあ今回の場合ね、うん、もうちょっと反省というよりかは、そうですね、ちょっとボンミス。まあボンミスもそうなんですけど。ね、ありゃ足んないよっていう普通に競馬予想でもね、ああそういうことね、予想もね含めると、はい、なんですけどリオンさんはどうしても今日ねちょっとねあの反省会じゃなくてあのボンミスをしたっていうのをちょっとね皆さんにちょっとね伝えたくて、とにかくまあね、うん、やっちまったなって感じなんですけど、自分たちがまずはですね、まあ結果としてね、はい、テンハッピーローズが勝ったということで、はい、ね、まずはね初 G1 ということで、はい、おめでとうございます。本当に ね、まあね、ちょっとあの自分たちの予想とはちょっと違かったりとかしたんですけど、でもね本当なんかあのやっぱりつむつむのあの顔を見てあのねあの可愛いねテンハッピーローズの顔を見たらなんかよかったなって、本当素晴らしいレースだったんじゃないかなってすごく思えるようなレースでしたね、うん、ところがそのレースを見ててちょっと気がついたことがありまして、自分はね、はい、ね、なんとですね、あの自分で、まあ、あの競馬占いを私たち出してるじゃないですか。その競馬占いを取って、まあ、予想を出してあの私たちはレースを見てたんですけど、あれテンハッピーローズなんだっけな、なんかちょっと引っかかるなと思って自分の占いを見直しました。そうじゃん、ハッピーハッピーですよ皆さん、覚えてますか皆さん、ハッピーハッピーのカード2つ揃ったねって言った覚えがあるんで、あったなと思って自分で、うん、それで、え、なんでね私そのカードね、あのいいカード出てたのに推奨馬から逃しちゃったんだろうっていうところから始まったんですよ、自分のハテナハテナから、うん、そしてよくね、あの動画見直して、あ、私たちボンミスしてますっていうことでね、はい、失敗しました、うん、はい、なんと推奨馬から落ちてました、テンハッピーローズ。でもちょっと私の伝え方が悪かったかなって、私がまず占い出すじゃないですか。でその後府中さんがそれを見てあのまとめてくれてるんですよ、結果をね。それでなんとこのねタッチミスっていうかな、よくバレーボールとかであるじゃないですか、2人揃って落とすみたいな、あんな感じ、うん、なのででも取れた方がいるっていうのを何人か聞いててですね、私の方にコメントが入ってきたりとかねしてて、ね、あのカード良かったのになんでっていうのをちょっと後日聞いて、で私はいいと思ったから買ったんだよ実は、こうやってそういうもの話を聞いて、あ、取れてる人いたんだな、良かったなって、いつも私たちまあ私は占いの時に必ず言うのはね、自分たち一応推奨馬としてお出しするんですけど、これが全てではないのでって、やっぱり自分の好きな馬と好きなところのカードを見比べてよかったら買った方がいいと思いますよみたいな感じでいつも言ってると思うんですけど、まさにそんな感じ でこの後の動画の後に写真をちょっとね出していこうと思うんですけど、テンハッピーローズちゃんの馬はすごく良かったんです。 You are gifted というね、カードの中に私の持ってるその、ユニコーンのあのカードの中で 1,2 を争うぐらいのいいカードだったんです。あれはね、それを私は多分いつも口で言ってると思うんですよ。 You are gifted っていう、あなたはねギフトのようだよとかね、すごくだから愛情なんか義理がたかったり愛情深い馬だよってことを常に私はお伝えしてると思うんですけど、だから感謝の気持ちを持って乗ってたという、うん、テンハッピーローズちゃんは。それでつぶつぶの方はプレイというなんだろう、レースに出るとかね争いになるよっていうようなことをお伝えしたと思うんですよ。結構競って難しいレースにはなると思うから、だからちょっとなっていうようなことを言ったと思うんです。だけど結局やっぱ馬が良かったということと、そしてまあつぶつぶが前だけ見て一生懸命乗ってきたっていうことをコメントで言ってたというお話してましたよね、うん、それを聞いたのと、あと勝負運ね、勝負運がなんとビッグハッピーチェンジーズ、大きな幸せに変わる時だよっていうカードでした。なのでね、これはちょっとよくよく考えたらね、ちょっとボンミスはちょっと大きかったかなと思って、これをちょっとね動画を回してるわけなんですけど、やっぱりなんだろう、
やはりね、私たちも結構、まあ、人間なのでね、いろんなもう馬とかいろんな占いとかいろんなことをやってる中で出してるのにね、たまにあるんですよ、こういうことが。やっぱり以前もあったと思うんです、なんとかね。あとやっぱりあのオッズがかなり低かったりとかすると、やっぱり見てる方はね、こんな馬来ないでしょっていうような目で見てると思うんですよ、おそらく。だからね、変なし、占いでこんなのね当たってたらね、苦労してないよみんなの予想家はっていう考えの方もね、世の中にはたくさんいると思うんですよ。なので私たちも一番下の人気のものを一番良かったよっていうのはなかなかね言い切れなかったりすることも ね、まあ、ね、あるんです。ね、予想でも一番下の、ね、うん、そうなんです、そうなんです、やってると、そう、実際コメントでね、そういうのってことはあったんですよ。こんな馬来るわけないじゃん、うん、みたいな。だからまあね、そういう先入観っていうのもちょっとねあったので、ここね、だからここから、まあ、今回ねこういうなんか凡ミスがあったということで、あのやはりね、なんかよくちょっと話し合った結果ね、あの水晶馬っていうのを、まあ、私たちだけの推奨馬として挙げるんですけど、やっぱり自分の目と自分の耳で聞いてね、うん、で判断してもらうのが一番いいかなって、それが、ね、一番のミスがないことなんですよ、やっぱり。で、あとは、まあ、飛ばしたりしないのが一番ベスト、うん、そうですね、全体を見て、あ、この中でこの馬が一番良かったなとかね、私たちの中話すことを全部真に受けるんじゃなくって、やっぱり私はあのカードからあの降りてきたもの、目に見えない力を信じてあのお出ししてて、それを伝えようとしてるんですけど、なかなかうまく伝えなかったり、ね、することもあるんですよね、やっぱり。なので今回みたいなことが起きる可能性があります。だからね、このカードを見て買ってた方は本当にね、本当大穴馬券を手にしてると思うんですよ。ね、一応ね、単勝だけで票数が809万票あったうちの3万票しか当たってないという。そうなんだよね。でね、まあ、あとあと確率を調べたら一応ね 1% 以下という、うん、なのでね、取れてるといいなって、すごい万馬券を手にしてればいいなってすごい思ってて、うん、でもね、カードはめちゃくちゃ良かったんですよ、本当は。だからマイナスになるとこなくてね、だから私もこれは来ないよっていう言い方っていうより、ちょっと伝え方悪かったんですけど、この馬ここからもっと一皮むけて良くなるよっていう言い方をしてたと思うんですよ、うん。だから、よく言うのはね、今日この日から変わっていくっていうのをやっぱりちょっと考えて、自分もそうなんですけど考えていかなきゃいけないなってすごい思ったんでね、今回そういう動画を回させていただきました。なのでね、これを伝えられてればね、もっとなんだろう、自分たちのもねプラスになったと思うのでね、ちょっと残念なことになったなと思ったんでね、一応お話ししとこうかなと思って。でもカードを見てもらえば分かりますね。しかもね、その時のもう一回見直すといいかなと思います。なのでマイナスになるような結果じゃなかったのになーっていうのがちょっとあったのでね、うん、今回はこの動画回させていただきました。どこまで皆さん伝わるかどうか分かんないんですよ。競馬占いしかね見ないっていう方もいっぱいいらっしゃるので、この動画にはこのチャンネルにはね、やっぱね、いろんなとこからチャンネル登録もしないで見てくださってる方もいっぱいいるんですよ、変な検索とかして、うん、なので、ね、どこまでこのね動画がね伝えきれるかどうか分からないんですけれども、これからもねそういう奇跡の動画が起きるかもしれないです。うん、なので、うん、まあ、私は奇跡を常にミラクルとして、ね、起こそうと思って占いをやってるのでね、だからね、奇跡をこれからも信じて皆さんついてきてくださるといいなというふうに思います。で、まあね、あとは、ね、はい、人気とかちょっと ね、うん、ね、そういうの流されるとね、今回みたいなことがあるので、うん、だからあんまね先入観持たない方がいいかな。やっぱりドラマにもチャンスがある、どのショッピングにもチャンスがあるってことが今回よく分かったんで、まあね、今回二強対決と言われてました、ね、だからもうそれで洗脳されちゃう人がやっぱ多かったかもしれない、ね、まさかね両方負けるという。そうですね、なのでね、こういうこともあるんだなって、まあこういうミラクルがあるからこそ皆さんもね競馬を愛してやまないんだと思うんですけれどもね、だからそんな感じでこれからもね頑張っていこうと思っております。またね今後によってまた話は変わるんですけど、うん、ここからはね、ね、もうここからはいつもの反省感みたいなんですけど、予定としてはまず今週、はい、あ、今週はオークス、はい、で来週にはダービーという風になってて、うん、で来週は、目黒記念、うん、ダービーのその次のレースに行われて、うん、そちらも占いするつもりなので、うん、はい、だから来週は2個出す予定です、はい、でですね、まあ POG、 まあね忘れちゃいけません、はい、で2023年か2024年の POG が、ダービーの日までかな、うん、までなそろそろ始まるね。なんでそれでやっと集計が出るっていう形なので、うん、結構私たちも考えてたよね、 ね、 ね、一応ダービー終わった
1週間後ぐらいに、まあ、発表できれば去年分を、はい、まあ去年こう年も入ってちょっとそうだね結果ね、うん、で来年度分だから2024から2025年度分は、はい、そのダービーの前に出そうと思っております。はい、だから6月からもう新馬戦が始まるということでね、ちなみに、ね、皆さんもだいぶ考えてると思うんですけれども、ね、私たちも一生懸命今ねいろんなものを調べて、もう個人的にね冬中さんリオンさんはリオンさんで一生懸命ね探して、そうなんですよ、いろんなもの見たり聞いたりとかね読んだりとかねしながらね、うん、やってるんですけどね、うん、それをねまたね今度ね発表していけたらいいなというふうに、まね、はい、ね、去年みたいに POG 大発表会みたいな、はい、そうです ね自分と一緒だよとかこの馬いいよとかねいろいろあったらねまたねその時にね話を聞かせていただけたらというふうに思います。はい、で今週はまた大きなレースがビッグレースが、ね、オークス、はい、クラシック2個目牝馬、うん、路線の、はい、ね、ありますね、果たしてステレンボッシュが2個目を取れるのか、そうだねっていう、うん、ね、安定は変わりますが、はい、ね、どんな風になるのかちょっとワクワクするんですけどね、ほんとね、また今回も大穴が来るのかどうか、でもね、もうちょっとで東京ダービーも始まるので、うん、ね、あの地方バージョンのダービーです、うん、でまたね、先週は武さんが、武豊さんがね、ね、4500勝そう、すごいね、功績を、あと渡辺龍二さんもね、1500勝ですね、はい、なんか皆さん着々と頑張ってね、あの功績を上げてますけれども、でね、ルメール騎手も初勝利ということで、うん、今週がはい、ね、なので2週目で、はい、そうですね、なのでまた次 G1 取るかもしれないね、そろ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 ね、G1 かかったり一応ね、チェルビニア、こっからもデガレイラ、はいはい、という形で、そろそろ近くなってきたんじゃないかなと思ったりもしてますけれども、ね、なんか惜しいんだよね。ねえ、ただね、今回今年は結構なんか今まで頑張ってきてなかなか芽が出なかった方たちが取れてるっていうのも特徴かなと思うので、ね、やはりちょっと今年は異例の年、ちょっとね、やっぱ、ね、っていうのがあるのかもしれないですね。かなり難しいよなっていう気がする。そうですね。本当なんかこんな大きなレースでこんなに荒れるとね、この先ちょっと考えるの難しくなっちゃうかもしれないねっていうのが。うん、あるのでね、ほんとみんなでね一生懸命またね、ね、いいレースをね、キャッチして、ね、いい馬をキャッチして頑張っていきましょうということで、ね、はい、競馬だけではなく POG も忘れて、そうですね、はい、同時進行でやっていきましょう、ね、はい、皆さんでね、はい、なので今週は、木曜日に一応競馬占いの方かな、そうですね、木曜日に競馬占いをして、はい、金曜日、普通の一般の重賞なども出るので、はい、まあ裏開催、はい、またエアグルーヴのレースですね、うん、はい、なのでなんだっけ、メンバーシップの方では裏開催の方を出そうかなというふうには思っておりますが、ね、またね、なんかちょっと考えなきゃいけない ね来週はちょっとね、目黒記念の時は、うん、ね、ちょっとどうしようかなっていうふうになっております、重賞なので、はい、そちらも、はい、かなり大きいのでね、あ、なるほどなるほど、どうやってやっていこうかなと思いながら、ね、なので皆さんね、興味のある方はぜひね、メンバーズシップの方もよろしくお願いいたします、ね、いつ出すのかね、なかなかちょっとね、悩みをしております、正直、ね、まあ、私たちはね、一からやってるもので、なかなかここまで 広がってくるまでに結構3年半ぐらいかかってまいりました。なのでね、まだまだこれから伸びしろがあると思って、皆さんね、ぜひね、応援してくださると嬉しい限りです、はい、ね、いずれテレビとかでコメンテーターとかなれるといいななんて思いながら頑張っておりますので、はい、コラム書いたりとかね、馬もったり、そうですね、はい、なのでね、皆さん応援の方もよろしくお願いいたします。まあ、ね、皆さんと共にね、成長していくようなチャンネルにしたいと常々思っておりますので、はい、そんな感じでやっていこうかなというふうに思います。また冬中さんの方はデータからの方もね、出してくださる、ね、逆バージョンになっておりますので、はい、このままちょっときついよとか来ないよっていうのね、ちなみにね、先週は前頭、そうですね、でした、はい、なので ね、まさかまさかの消しの馬だったっていうね、こともありますから、なので、ね、ぜひね、そちらの方もチェックしていただけたらというふうに思います、はい、なので、まあ、週刊占いの方は水曜日または木曜日です、ね、そうですね、はい、なんかね、いろいろちょっとバタバタして、ね、いつこれが、ね、発信できるかっていうかね、うん、分からないので、ぜひね、やっぱチャンネル登録をしてください、うん、ということと、あとできればメンバーシップの方もよろしくお願いしますってことですね。そうすると裏返さんのとかいろいろまたね、 2,3 個出せたらいいなと思ったりもしております。ただね、リオンさん金曜日は宝塚の OG のベルサイユのバーの方を見に行ったりとかしなきゃいけないので、そっちの方もね、ちょっと忙しくなったりとかするので、ネットその話もできたらいいななんて思っております、
はい、はい、ということで、まあね、競馬あの JRA ともコラボ、コラボしてるので、ね、ベルサイユ。あ、そうなんですよ、びっくりしちゃって私、ね、そこを忘れちゃいけないです。そうなんです、ね、そうなんです、なので ね、はい、ね、なのでそれ見てきてね、皆さんに語りたいと思いますので、その愛をね、またね、はい、そんな感じで、はい、やっていこうと思いますので、はい、はい、ということで、ではまたお会いしましょう。はい、See you again。 バイバイ、またね。動画見てくれて感謝です。今日から君もファミリーだ。この YouTube では毎週木曜日金曜日に競馬情報、その他くじ開封や旅レポ、おたかつなどもしております。そして元アイドルお姉ちゃんや可愛い愛犬ピーナッちゃんも登場するよ。そしてこの動画の副部長であるリオンさんによるメイク動画や、綺麗になりますよ、メイク動画や今話題沸騰の占いも出しておりますので、ぜひそちらの方もチェックしてみてくださいね。ではまたお会いしましょう。 See you again。 シャキーン。バイバイ、またね。バイバイ、チェックしてね、登録してよ。